今日一日ノードリミット外してワクワクだらけでいきましょう。なんか名言取るの久しぶりですね。もうずっと今全国ツアーでもう福岡、大阪、名古屋、東京ぐる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 回ってます。今日もこれから東京公演です。よかったら聞きに来てください。名言いってみます。ここで行こう。よし、これいいね。道を行く人が振り返り僕の顔を見て笑った。友達に何かささやきまた二人で笑った。それでいいんだ。この世の中にちょっとでも朗らかに笑えるために役立つこと、それが僕の仕事なんだ。林家三平、昭和の爆笑林家三平。いい名言だねこれね。これでいく。ちょっと待って、なるほどね、これもいい名、こっちでいこう。あ、これもいいね、やばい、いい名言ばっかりこのページ。いこう。ジミー・ヘンドリックス、あのギターの天才だよね。僕が10時間ギター練習して、ああ頑張ったなと思っても、どっかの誰かは11時間練習している。そういうもんさ。なり、これいい名言だね。別れる男に花の名前を一つ教えておきなさい。花は必ず毎年咲きます。これもいい名言だね。これもいい名言だね。そうしておくと必ず毎年一度あなたのことを思い出すってことだよ。これいい名言だね。仕事には関係、でも仕事に関係なくもないかもしれないけどね。というふうに、あなたのことを忘れなくさせる何かを相手の中に残すっていいよね。前さ、なんかで読んだ本なんだけどさ、ある奥さんがね、庭にね、大切にしているね、サルスベリの木だったっけな、なんか木があるんだ、毎年こう花が咲く木が。で、その木をすごく大切に育てるんだって。でもそれは旦那は知らないんだけど、前付き合っていた彼がプレゼントしてくれた木で、それを庭に植えて、旦那はもちろん知らないんだけど、年に一度花が咲く頃にその彼のことを思い出してるんだって、今でも。なんかいい話だよね。まあまあいい話っつったって、まあ別にね、過去の思い出だからいいじゃねえかな。あー、これいいね。今日いい名言だらけだね。俺も昔さ、もちろん結婚前よ、付き合ってた女の子でさ、あたしさんは私のことを一生忘れないと思うわっていう女の子がいて、で、何でかっていうと、その子身長が100、もちろん成人女子よ、なのに146センチとかぐらいしかない女の子で、私は多分あたしさんがこれから一生の中で付き合う女の子の中で一番背が低い女の子よ、だから絶対忘れないと思うわって言ったな、その女。今でもこんなところで喋るぐらいだから忘れてないんだよ。いいね。誰かの心に一生残る何かを差し込め。うわ、すごい抽象的だけど、これ行ってみようか。いいね、うん、頑張っていきましょう今日も。ありがとうございました。